サイズ感はこれくらいのサイズ感のバッグのサングラスです。オーバール203。皆さんこんにちは、ゆきです。今日はバッグの中身ということで、いつもお仕事に行くとき用のバッグの中身を紹介していきたいと思います。モデルのお仕事をしておりまして、その時に仕事に行くとき用のバッグの中身を紹介していきたいと思います。じゃあ早速、バッグはめちゃくちゃパンパンに入ってるんですけど、これです。ロエベの、フラメンコのバッグです。これは結構昔に出たタイプだと思うんですけど、最近リユースショップで購入しました。で、小さいバッグが持ってるので多かったんですけど、荷物が入りきんなくてセカンドバッグとかを持って歩いていたんですけど、それが大変なので、ちょっと中くらいの大きすぎないバッグ欲しいなと思ったところにこれを見つけたので購入しました。まずはすぐ取り出せるように上にもうポンって置いてあるのが日傘です。まあ日傘はもう普通の日傘、できるだけ軽いの。取り外しが大変で絶対になくなるので、もう外して持ち歩きます。はい、次で、私はバッグいろいろ買えるじゃないですか。だから荷物を入れっぱなしにしておくのは嫌なので、このバッグの中身をこうやって巾着をこうやって入れて、巾着の中に全てのものを入れてます。あとバッグの中でリップとかが蓋が外れててとか、ボールペンがとかって汚れたら本当に落ち込むじゃないですか。なのでそれも防げるので、まあやってる人も多いと思うんですけど、巾着をこう入れてそのまま取り出せるように、このままシュッと取り出せて保管ができるようにしています。じゃあバッグの中身、じゃん、この中に入ってます。これはノンフィクションという韓国のスキンケアブランドを購入した時についてきた巾着です。サイズ感が良かったの。まずはポンポンいきますね。大したものではないので、財布、これもう3年以上使ってます。ロエベのお財布です。普通にお財布なので、開けたらこうなんというか小銭入れだったりカード入れだったりお札が入れるところだったりが全て入っているお財布です。ミニ財布を使ってた頃もあったんですけど、領収書とかも入れるのでなかなかその保管に困っていたので、もうちょっとでかいですがミディアムサイズのお財布が好きです。はい、あとはイヤホン、あー絡まっている、もうアップルの純正の線付きのイヤホンです。こうやって絡まるんですけど、もうなんせiPods を使っていたんですけど、それがまあポッケに入れてて電車で多分なくなったんでしょうね。あの時のショックが忘れられないので、もう1000あり、これはもう2、3000円で買えますよね。なくなっても安心という感じで、もう1000あり1本でやらせていただいてます。あとはシュッシュこれ H&M で何本か入ってるの買いました。撮影に行くときはなるべく髪を後をつけないように、まあ、メイクさんがブローしてくれるんですけど、その時に困らないように。でも暑くても髪の毛があったら大変みたいな時に軽く縛って現場に向かいます。そんなような時はシュシュが大活躍です。あとは替えのマスクはアイリスオーヤマのものがお気に入りで使ってます。もうポンポン行かないと編集が大変ってことに最近気づいたので、もうポンポン行くことにしました。あ、もうこれめっちゃおすすめ、ハンドタオル、ミッフィーちゃんのブランド雑貨屋さんで買いました。とにかく小さいんですよ。手のひらサイズのハンドタオルです。なんかいろんな柄あったけどこれが可愛かったです。はい、あとはもう見せるあれでもない、全く歯ブラシ、
ご飯食べたりお菓子食べたりしてにって笑ったら歯になんか挟まってたら大変なので歯ブラシは必ず持っていきます。ケースがここの黒いケースが無印のペンケースなんですけど、これは編み編みになってて通気性がいいようになってるのと、ペタンってなってるのが私は良かったので、ペンケースを歯ブラシケースに使っています。サングラス、この中にこれはこういう風にパカって開くサングラスケースなんですけど、まあよく最近ありますよね。ジェントルモンスターのサングラスです。なんか、まあ、ちょっといかついですけど、この黒さがもう完璧に光を遮断してくれるんですよ。ちょっとモダンというか流行りな感じになるかなと思って、ジェントルモンスターのをファーフィッチっていう海外のサイトで取り寄せて買いました。すぐ届けました。割と日焼け対策シリーズでいうと、日焼け止めはこれを持ち歩いてます。これも韓国の Q10で買いました。 AHC のものです。これはまあ知ってる人、持ってる人多いと思うんですけど、こうロールオンタイプ、こうやってロールして出てくるタイプで、手を汚さずにこうやって塗れます。ささささささっとこう塗れるので便利です。すごいこの小ささがお気に入りで、持ち歩きにはとっても便利だと思います。あとはこれ、最近メイクさんが持っててめっちゃいいと思って買ったハッカーオイルです。ロフトで買ったんですけど、ハッカー油どこにありますかって聞いたら、あ、ちょうど今日入ってきたんですってその人が言ってたので、多分人気なんだと思います。もう猛暑なので、こちら日本はもうこういうので涼んでいく。もうあとこれハッカー油はナチュラルのハッカーみたいで、こういう風に手首にまずチュッとスースー、もうこれだけで空気がスーッとするんですね。で、手首だったりこの首筋、目には使わないようにこの辺、頭のてっぺんにこうやって塗ったりするとスーッとします。とにかくなんかね、これすっごいです。撮影の合間に疲れたな、なんか気分変えたいなっていう時にも、こうやって塗ってやったりマッサージしながらこうやって使うと、ちょっとすっきりして気分が変わったりします。800円、900円くらいで買えたので、とってもとってもおすすめです。スーッとしてきてます、いい感じ。あとはリップティックのケースに入ってるのが、ちょっとお化粧品直しグッズと薬が入ってますね。まずは目薬必須です。スマイルホワイトイヤーコンタクト、疲れて充血した時に刺します。はい、これは爪楊枝といいますか、プラスチックの爪楊枝です。リップクリームです。ノンフィクションのリップクリームです。リップが柔らかいのですぐ保湿される感じがとってもいいです。これはあとは持ち歩きリップはグッチルージュアレビールフォワル203で、これ色はこんな赤いちょっとベルベットみたいな色なんですけど、こんな感じ。なんでこれを持ち歩きリップにしてるかというと、ちょっとつけてこう指で広げたりすると、あの血色っぽく使えるので、血色が少しないなみたいな時に使います。で、あとこれは前に紹介したエトボスのパウダーですね。ミネラルシルキーベールフェイスパウダー、これは本当に気に入ってて2代目なんですけど、外でテカったりした時にささっとこれを塗るだけで、まあ、ツヤ感もそんなに消えずに肌が結構綺麗に見える気がして、出かける時も持ってるものです。あとは薬、バファリン、一応安心材料として持っています。あれ、あと最後、ヤーマンの美顔器です。
これは撮影の時にはだいたい持ってくんですけど、撮影朝早いことが多いんで、まあ、移動中の車だったり移動中の電車だったりで、もうこうやって行く時に流しながら行く。撮影直前だとここに赤みが出ちゃったりするので、直前にはあんまりやらないんですけど、撮影前とか合間時間がある時とかはすごくいいです。あ、以上になりますかね。以上です。これね、すごくこんなに入ると思わなくないですか、このバッグに。サイズ感はこれくらいのロエベの大人っぽさとちょっとモダンさ、可愛さも入ってるような感じが気に入ってます。今日も見てくださりありがとうございました。すみません、 YouTube 全然撮れてなくて、またなんか撮れるようにしますのでよろしくお願いします。